ボリューション帰国後のゲームの時間での初試合ってことですね。そう、もうね、世界中が見守ってますよ、今。今回対戦相手のイブキは PT が1154ですね。駆け出し横って名乗ってますけど、ね、実はしっかりやり込んでらっしゃる。そうですね。元日本で支柱をされた選手の方って本当にあのかえちゃんの周りの名古屋の方たちとかとても多かったですね、うん、日本から全部で何人ぐらい。日本からはトータルの詳しい数は覚えてないんですけど約20人ぐらいは、うん、じゃあその中のね10人近くが上位独占してるわけだから。そうですね、そのレベル1500人の中の20人でしょ、うんうん、その中からかなり上位入ってるわけだから日本は大国ですね、うん、そういう意味では本当なんか日本で今回使用された方とかかなり皆さん、ね、精鋭の方が多かったですね、うん、でも1500人の中で20人なんですね、うん、日本ってどこの国が一番多いでしょうね。やっぱりアメリカかな。アメリカ以外だと何人が多かったですか、うん、アメリカ以外だとでもあのヨーロッパの方フランスの方とか、あのイギリスの方とかも、結構いらっしゃって、うん、あー来るとは思ったんだけどね。あとはでも韓国の方もいたし、うん、結構中国とか本当にすごいいろんな国の方がいますね、うん、僕はあのフランス語も韓国も中国もできますから今度中学で連れてってください。本当ですか。8カ国語できますから。まあ怪しいですよ絶対。なんか通訳とか変な通訳しそう。だって絶対結婚してもいいって言われたらイエスって言うでしょ。ありましたね、さっき話だったんですけどモータルコンバットとか今まだ日本では未発売ですけどもありましたね。そのモータルコンバットがすごくやっぱ海外で人気みたいで、うん、ちょっとなんかフランス人の友達がすごいやってるんですよ、うん、毎日毎日やってて。この前なんか新宿で、うん、そうなんかみんなで集まってやってたみたいですね、うん、でフランス人の友達が、うんごめんね、話の途中だけでさ、いつも決め顔はまあごめんね、うん、ちょっとなんかやらないと対戦終わった気がしなくてごめんね。はい、これいつもゲームセンターでもやってるんですか。ゲームセンターやらないですね、あの、まあ、友達とかいる時だとねちょっとね、うん、やりますけど。あれ今日ずっとなんかでもやっぱ楽しいな、やっぱ対戦、あ、じゃない、大会終わってちょっと緊張感抜けて対戦普通にできるから、うん、すごい楽しい。でも今日私のタグ誘そうと思ったらゴールドメンバーシップ切れちゃってて、あれ油断しすぎ、1年なんだな。そう、もう1年ぐらいやってるんですね、うん、ちなみにあのスパー 4AE はバージョンアップがまたされるそうなので、はい、この色見るとなんか時戸さんだもうね、この色ですってなんか青系の色で思い出します。なんか本気で、うん、以前対戦もゲームの時間でしていただきましたね。もうゴーキって言うと弟を思い出すんです。なんで弟のゴーキが勝てない。私の中で最強の男は弟なんです。お父さんもゴーキでやってるんですね。うん、なんか格ゲーはなんかゲームの中でもあまりやらない方とかは言ってるんですけどやっぱ上手くて、そう初めてこの前対戦っていうのをやろうって言ってやったんですけど全然削られ全然私パーフェクトで負けてるんですよ。Thank you.
特撮が避けられないです。さあ、おやりました。よし、おライさん、オンラインデビューまだないですか？オンラインってどうやってやるんですか？オンラインは、360も PS3 もネットに繋がってるでしょ？で、PS3 って今やってて、ネットに繋ぐ？ネット繋がってるでしょ、だって。なんかこういうのないです。名前、自分の名前がなくて、名前を作るところが分かんなくて。あ、そこは弟さんにやってもらいじゃないですか。あ、そっか。弟も言ってたりして。素晴らしい。弟もやってるんじゃない？だってさすがにね、知ってそうな感じだったよね。うん、でもこれでできないの、弟。あ、そうなんだ。そう、こういうパッドじゃなんだ。パッドで。パッドの方がやりやすいって人もいますよね、うん、今でもね。じゃあちょっとあと1回ぐらいにしますか。はい、もう1試合。もう終わっちゃうの、ね、調子いいじゃないですか、でもね。いやー、これ最後にね、なんか今乗ってきた感じ、ね、ちょっとこれ上着脱いでもいい？はい、上着脱ぎます。脱げばいい。いや、僕は見ないから、興味ないから。いや、でもこれね、面白いの、バイパーの中の服って、こうなってたんだって。これ、そうね、解釈がね、面白いよね。すごい、面白い、うん、そっか、半袖なんだ。半袖になってて、なかなかこうゲーム見て、半袖って分かんないよ、ね、止まんない止まんない、なかなかゲーム見てて、この、あ、こんな服だったんだって、分かんなかったから、ね、ナイさんはコスプレ作ることも多いから、そういうことを考えるでしょ、ゲームの絵から立体化する時の考えをね。そうですね、中身はどうなってるのかっていうのは本当想像でなので、今、おーってなってたのは、このね、ユンが今回対戦相手ということで、こちら、このユンは PP が1043ですね。早く起きるとね、そう、当たっちゃいますもんね。ダメージがすごい。でも繋がる。だいぶ出た。もう大変すぎでしょ。
はい、はい、ドヤ顔タイムです。よっしゃ、頑張ったぞ。我慢できなかったんだね。やったー、勝ったよ。やったー。こんなとこでね、はい、はい、またちょっと来週から新規一点で、はい、まあ、あの日本の大会もいい大会、あの、ね、本当素晴らしい大会、レベルの高い大会いっぱいありますけど、国際試合もこれからも、ね、ガンガン世界の海洋ポリスとして頑張っていただきたいと思います、うん、とてもいい刺激になりましたので、これからももっともっとゲームもやって、うん、また海外でのエボだけじゃなくて、もっともっと海外での大会とかも参加していきたいなと思います、うん、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、はい、ここからどうしましょう、なぎさんのレトロゲームのコーナー、実家もないですけど、おお、